ちは、今日もですね、左手と右手の役割について解説したいと思います。で、まあ、前回左手は、まあ、アクセルで、まあ、この左手っていうのがだから左手リード当たり前ですよね。こう構えた時に急旋方向、こうシャフトを真ん中にして急旋方向に対して左手の方が前にいるわけやから、そのまま左手リードに決まってるから、後ろの方がリードしたらややこしいでしょ。で、後ろの持ってる右手の方に主導権を持たすと、入ったらゴルフはややこしくなってくるんですよ。右手っていうのは本当にね、そうやな、いきなりもう答えから言いますけど、右手っていうのはこっちに、こっちっていうのはもう左サイドに右手をこうやってこうかぶせていくっていう行為はないんですよ。この行為はないんです。現象としてはこうなりますよ。現象としてはこうなります。例えば水平素振りの話してもここでこう返って、こう現象としてはこれが起きます。でも前散々言ってますけど、テコなので、現象としては形、結果としてはこれが出ますけど、何の結果起きてんのって言ったら、右手が左手をこうやって追い越してってるわけではなくって、左手がこっから右手の後ろに潜り込んでるんで、右手が実際こうなってるん でこの時に右手の中では実はどれぐらいのことが起きてるかっていうと、左手がこっからこう後ろに右手の下に潜り込みたがってるわけですよね。でそれを右手は何に従ってるかというと、いやいやいや左手さん行ってもうては困りますってこっちに回ってるんですよ。分かる、うん、そう、左はものすごい力でこっちへ戻りたがるの。でも右手はやめてやめてやめてって言ってこっちへ、そうなの。だから片手打ちしてる時も何を目指すべきかっていうと、うん、右手一本で打ってる時は方向で、まあ、俺ちょっとドロー気味に入ってもいいよなんて言ってたけど、本当は右手っていうのはフェードに、うん、こっち回転やから、うんうん、右手一本で打つ時は若干のスライスが入ってもいい。で、左手一本で打つときはしっかりドローがかかった方がいい。っていうよりも引っかかってもいいから捕まえないから。で何よ。で、よく言われてる、俺が今言ってるのはいい？よく言われてる片手打ちっていうのは、うん、両手で片手打ちしなさいって、まあこのサイズじゃん。うん、で、まずはこのサイズでって前回言ったよね。でも、ま、このサイズはいい、このサイズはまっすぐ打った方がいいね。はい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 、うん、このサイズでは体の前から、そういうこっちゃ、体の前から外れたらいかんからま、うん、っすぐでいいよって、両方出る球がまっすぐでいいよって、うんうんうん、でもこのサイズでさえ本当にきっちりやるんやったら、ちょっとスライス打ったろ、左ではちょっと吹くんだろうってやりだすとめっちゃ咲いてくる。へー、うん、もうそれぐらい全然違う。右手はこっち回りやから、うんうん、右手一本で打つときはちょっとこっち回り、そう、回転がスライス、そうとめっちゃ上手にいく。左手は吹くってやると捕まえる、めっちゃ上手にいく。で、でも、まあ、うん、うん、いや左手はさ、距離とかって言うとったでさ、うん、そう、距離の中に若干こうテコを使うから距離が出る。そうそう、だテコを使う行為っていうのは、うん、距離を伸ばしたい行為だよね、うんうんうん、だから左手っていうのは伸ばしたいんやから抑えれるやん、うん、伸ばす道具は抑えれるやん、うん、そう、うん、大変やね左手、テコ使わなあかんわ、早振らなんかっていうか、そうだから結構もっと言ったら手を使えるからこれ早振れるんやか。俺左手一本でも手を使える。両手があって初めて手が使えるっていうふうにどっかで思ってるじゃん、うん、いやいやとんでもない、片手でも十分手を発生させられますよ。
腰切ったら絶対無理よ。そやわな、その角度があったら作れるよね。そうですよ、視点がこれ僕は持ってくるから、うん、左手一本で手こ動作で、こんなん左手一本で打っていい、こうやってこんなことしたら、うん、打てんよ、うん、左手一本でもなんかこうやって打ってる張る人多いし、なんやったらもうなんかプロゴルファーでも左手一本でこうやって練習しようって、お前それ何のための左手やねんって思う。それ磨いてんのちごってなんか楽しいから遊んでんねやろみたいな。そうで、右手一本の時で、逆に言うと右手一本で練習してる時に右サイドが少々こうやってついてくじゃん、うん、これは実はありやん。こうやって右サイドを少しキックインして、うんへ、右手一本で打ってる時は、でもいい、これは今やったけど右手一本で打ってるって言いながらでもこれ距離を出してる時の話ね、うん、わざわざこんなことせえ言うの、うんうん、でも本当に本当に右手だけの役割をきっちり自分のイメージの中で捉えたいと思ったら、うん、絶対に下は動かさない方がいい。動かさないで手だけをこうやって使った方がいい。なんでかっていうと右腰をこっち動かすっていうのはこの動作を助長させるじゃん、うんうん、助長させすぎた時に球って当たらんねん。当たらへんな。そうで、そうするとペースがだってそういうこと、そうすると結果何をやる言うたら、この行為でこっちが遅れました、うん、遅れてるからこいつで間に合わせましょうって言っての使い方になってくる、うん、ほなちゃうやんって言っても俺からしたら、だからおるよプロゴルファーでも、こう右サイド、この右の角度を大事にして、うん、こういうイメージ、うん、こういうイメージで、まあ俺もやるわこれ分かりやすいで、うん、こういうイメージってお前こんなことして動かしたら距離は、で、あ、距離じゃ、方向はそれ安定してくるかもしれんよ。右サイド同足を同調させてこうやって打つからね、はい、うん、これはもう抜群の方向性は出てくるやろう、うん、ただし死ぬほど止まるぞと思う。大きいスイングにしたときに、そう大きいスイング、距離感が合わんと、そうだからこっちをすごく進めるプロゴルファーっていうのもおんの、うん、で俺も以前若い時は、うん、自分が飛んでた時は、うん、もう飛んでるから、うん、曲げんことが大事になってくる。そうやな、そう曲げんことが大事になってやってる時は右手一本で、うん、自分の正面から、うん、リーディングエッジもシャフトも外さないで、うん、とにかくこの角度をキープしたまんま、うんうん、右サイドを一緒にこうやって動かせって言ってたこともあったぐらい恥ずかしながら、うん、恥ずかしい、恥ずかしいよ。だってその頃はこれこそが方向を安定させることやと思ってたの。なんのこっちゃないぞ、今からしたらあんたもこれ右も一緒に動かしちゃったらあっかいな、うん、だからそもそも飛距離を持ってる人はそれでいいよね、うん、どんどん方向が安定してくる、うんうん、でもアマチュアの人っていうのは飛距離が欲しいじゃん、はい、うん、飛距離欲しい人にこのままキープして右手、うん、右サイドも一緒にこうやって回転してこう、こういうイメージで練習せる、いや合ってるよね、間違ってるとは言わんけど、まあ、それ半分やと思うんだけど、うんうん、距離感を距離飛ばしたいって言ってる人に、いやこっちの方が安定するで、こっちの方がスコアできるよって、それ分かるけどお前飛ばしたい言うてるやつにこっちの方が方向が安定するって教えてトライすんねんって相手飛ばしたい言うてるやないかい話どっちも欲しいやけどな、そうどっちも欲しいの、どっちも欲しいやだけど分かるよ、これは本当にだから右手は、うん、逃げてく方やから、はいはい、そうか、そう手はだから手って本当にそういうことなの。それができると本当にこうやって手こ動作で、それが分かってるからこの手こ動作がピュンってかけられる。この時に右手こうやって返してないよ。ああそれはない、うん、こうやってこう降りてくる時にこの右手っていうのはこっちに回ってんねんで、こうやってそれがそうなんすな、こっちに回ってんねんで、左手は一生懸命こっち行ってるし、右手はうりゃってこないなってんねんで信じられへんやろうけどそうやね。だからクラブいい、手の使いすぎ、あボール引っかかった、手使いすぎや、手つこたらあかん、手つこたらあかんしか要しへんやん、プロゴルファーって。なんでか知らんけどアマチュアの人が引っ掛け出したら手使いすぎ、
もっと腰回して、体回して、アホかいの。右手こっち回したら引っかからへんちゅう。そうだな。そうだよ。で、もっと言ったら、そのアマチュアの人に、左手一本で、お前引っかけれるようになってみーなって思う。左手一本で引っかけれるようになりだしたら、多分引っかからんって。逆に。左手一本で引っ掛けられるような体の使い方っていうのは逆にできてきたら腕、まあ、体の使い方は言わへんよ。この際腕の振り方やよね、うん、が分かってきたらそんなもん右手はこっちへ回したってしゃあないようになってくるから、そうせいで僕の中ではそのこう順手、順手とサクサク、うん、せいでこれはクロスハンド、うん、これはどれが強くなっていたから、うん、これを消すとかさ、うん、なんかこうパターにこ その スイングのさ、うん、こうどんどん細なっていったとこがパターにあるんちゃうかなと思って、そうだからこうでパターに言ったらまあまあちょっと言い過ぎちゃうとパターに手こ動作いらんじゃん、いらん、パターにこうやってすっとる方がそうだよね、パターに手こ動作まあ言っていらんことないけど、でもこういうやつに関してはいらんって言い切ってしもてもいい、でもまあまあいらんじゃん、そのショットに比べたらいらんじゃん、そうそしたら消してしまった方がいいよね、うん、そしたら消せる、もっと言ったら普通に順手で持つということは順手で持つスタイルってことはもうこれがすでに振ってるときは後ろ戻らなかんねんさ、これが戻ることで右が前に出てくるのが手こ動作やろ、そうそしたらさこれがさクロスにしてクロスにしてもさこれで強さ調整成功って言ったら左手で、はい、そしたらさこれがさ強さ調整するんだ、これをさ逆に強さを調整しようと思って前へ出せば出すほど、うん、OK っていうことじゃん、それで強さ出していいんやから、はい、距離でね、うん、そう強さの調整をしてない間の時に戻さなあかんって思うと、うん、ややこしいのよ、あーなるほどな、そうで、方向を調整するときに、こっちに巻かなあかん思うと、ややこしいやん。だけど、逆手にしてしもったら、クロスハンドにしてしもったら、うん、距離感をがっつり左手で出しといて、うん、で、これはもうすでにこっちでスタンバイしてんねやから、うん、クロスハンドの人でこうやって握るばっかおらへんやから、うん、こっち向きでスタンバイしてんねやから、その方向でつこたにいなっていうことじゃん。うん、わかる？こっちにある方がこうやって回しやすいじゃん、はいはいはい、回して前出しやすいじゃん、はい、そう。それでクロスハンド、それでクロスハンドを採用するっていう人もおるわけよ、でましてや理由があってそうなっとるんだ、そうよ、でましてやツコ取るパターンがフェースバランスやみたいなことになってくると、はいはい、もうどんどん、まあ、最初からかぶってるわけやからフェースバランスってかぶってるんやからオープンに使わんとまっすぐ当たってこへんやん、そしたらフェースバランスのマネット持ってきて、はい、クロスハンドで打ってますって言ったらこれ最強やな思うよね、理屈からしたら合うてるわ思うわ、うん、だけどそうやって思ってつこてへんよね、つこてない、そうせや僕はなんか調子が悪くなっていたとか、そうなんかそういうので、うん、なんか若干調整したりとか、そうクロスハンドにしてみたり、うん、ちょっと練習してみたりとか、うんうん、で捕まり出してきたら、うん、僕は服の方が打ちやすいんですよね、うん、スライスの方が外す確率多いので、うん、フックの方が入る確率高い時に、うん、あの高い時ぐらいやんか、うん、フックも入らなくなってきたら、はいはいはい、そうなってきたらどっちかって言ったら右手でこう掴んでいくことをちょっと掴んでいくって逃げていくことをイメージすると入り出す、そうやね、だって右手こっち回すんじゃん、そうそう引っ掛けることになるんでフック入ってるんじゃんね、そういうことでしょ、そういうちょっとパターンってほんまにちょんちょんやんか、ほんまにこんだけで変わってくる、本当にそうなんよ、フックラインが得意っていう人はだいたい右手で打ってるわ、しかもこうやってだからボール右に逃げるから入ってくるじゃん、うん、そう、スライスライン得意な人ってのは左手で打ってるわ、それでないな、それを捕まってくるから、そう。ほんでだからさっきも言ったけど俺がだからあのフェースバランスのマレットのクロスハンドパターっていうのはなんでやらんか言うと、うん、それは技術磨いてへんやんと思うから、ああ自分の中でね、そうずっとね、そう俺はさプロゴルファーやから賞金稼いでなんぼですよっていうポジションしかそこから見られれば、はい、
ね、はい、だけど見られれば稼げへん、そんな難しいことをわざわざトライして稼げへんかったら話にならへん、職業やろって、お金儲けなあかんねやろって、はい、いやけどその前に俺は職人というプロゴルファーですみたいなこと言って。ややこしい。いや、ややこしいって、だってさ、プロゴルファーって言うといてやね、言うといて、だからトーナメント出て、うん、そら、まあ、それも、これも話も、本末転倒しとるんやけど、もう、ね、もう必死やね、今、もう若い子さ、男子でもさ、もう本当に賞金どんどん安くなってきてさ、余計稼がんならんねやなって、試合も少ないしなって。必死やな思ったら、もう訳の分からん格好でパターだけはみんな訳の分からんやから、それどこのヘッドや言うようなんでさ、みんなもう、なんや、もう訳の分からんことになってやってんねんから、いや、まあ、でも入るやん、そうすると、そうそれはさ、もうどんな手段作ってもいいで入れなあかんからね、うん、だけど俺別にええもん俺はそれもやらなあかんと思っとるけど、その前に、いや、もう俺の中には何言うたってタイガー様やから、はい、はい、職人さん、ね、そう、タイガーがある日突然こうやりだしたら俺もやるよ、もうタイガーが順手でずっとこうやって打ってる以上は、うん、そんな、いや、しかもそれが世界ナンバーワンときたらさ、うん、世界ナンバーワン順手やろって、その技術があるっていうことやろみたいな、そしたら俺はその技術が欲しい時間、それをできるかできやんか、到達、そう、それを知りたいじゃん、うん、そうすると、例えばタイガーがさ、こう右手一本でティーポポンって2本刺して右手一本でこうやって練習してるわ、パッとね、はいはい、うん、で、俺なんかあれをさ、真似してあれをロングパットでやったアホやっちゅうわ、もう右手一本でやってるんで、ロングパットでやったら、まあ、これで距離感作っとるかな、うんうんうん、打てへんようになったもん、パターン、どう考えたらタイガー絶対こうやってショートパッドしか練習してんやもん、うん、あれ方向性ショートパッドいるやん、ね、俺アホやでさ俺はロングパッドもやるもんねってあで今から思ったらやっぱ俺アホやからと思ってなるほどな、そういう風に見えなあかんな、そう、なんで、でもその時俺思ったよ、なんで俺はタイガーの真似してめっちゃ練習したのに、うん、なんでパター調子悪かったんやって、うん、悩むような、そのロングパッドでやってない、そう、タイガーこんなとこ T2 本並べてこうやってロングパッドカーンって見て練習してんやん、うん、全部ショートパッドやん、はい、うん、あ、そりゃそうや、今でわかるよ、あ、今でも視聴者さんはそれ、まあまあ、俺それまあまあ半年ぐらい前やで、それで手動けなくなってきたパターンめっちゃ練習したのに最近やそこそこ、まだそんなレベルなんて、あ、なるほどね、そうで、俺みたいなのそこ行くまでアホでやってまうでさ、うん、あ、壊れてまう、動かんようになるまで壊れてくるさ、そう、なんで動かんなったやろってめっちゃ練習したのにって、しかもタイガーの真似してって、ほんなあの練習間違うとんのかってちゃうやん、お前が勝手にオリジナルしただからねんか、うん、でもそういうこともないと、はい、右手がどうやとか左手がどうやぐらいのとこまでさ考え出さへんやん、そうか、でそれもっと、なんでそんなとこまで考え出して細かいやりだすかっていうと、 YouTube のネタがなくなってくるやんもう300本ぐらい作っとると、必死やぞお前毎週それやっとらいいのに試合は迫ってくるやんか間に合わへんよ週1にする大変やで週1いやええんやけどそれはそれでまあやりがいやしたまにはお休みもらおうか1ヶ月ぐらい誰も戻ってこへんのもう本当に戻ってこへんようになるかもしれんもんで毎週ドキドキやって、ほんでなんかさ、もう本当に全然こうついでに言うてもええ、うん、これはすっごい大事なんやけどっていうことって回らんな、そうね、そう僕も思う、そう6000とかな、そこら辺で止まるときなショックやもん、めっちゃくちゃ大事なんやけど、分からへんのやろ、回らんよ、多分今日の回らんやつそう、俺が出てきてパターンがどうやるでしょうみたいな、そう、もう本当にああいうの回らん、回るのは飛ぶいうやつ、そうやな、これやったら飛ぶで、これやったら捕まるで、うん、サムネで飛ぶぞって書いてあるな、そう、だいたい回るんやん、ほんでなんかもう何やったら今日のでも飛ぶぞにしたろうかなけどそれはさすがに無理があるやんかクロスハンドで飛ぶぞってわけわからへんやんっていうことで、今日はこの辺でありがとうございました。